独裁性を容認するとき、捜索は必然として、強奪連鎖、それを肯定し、結果で排斥が発生する果てに、売春婦は誕生し、通がその利益性を喪失する。構造の理解、それは随分前から分かってはいるが、こうした方が売れます。それは通りがたかった。その根幹に、アルイハーの、玉川徹、という、最近のワイドショー横島に賑わす人物、それがいる。メディアのすべてがアルイハ彼の過失を隠すため、利益性を捨てていた？あまりに荒唐無稽なイメージで、リアリティがない、が。朝日新聞社の前社主、村山道子氏の残した過失、だろうか、それに関わる人物、のような気がする。全く彼と同レベルのことしか言えない状況で、正義はどこ？根拠は自身の推測のみ、情報のソースは報道と、過去の捜索から。これ玉川徹だったの？何を根拠に。